本当に面白いことになってますね、今環境もね。はい、そうですよね、やっぱ変幻の仮面というパックが発売された直後は、はい、もう多くの方がドラパルト EX を使っていて、はい、データでいうともう使用率3割近いほど、相当です、ね、かなり多かったんですけど、はい、うん、今かなりなだらかになりましたね。そうですね。さあということで今映し出されております、うん、メインフューチャーアタック、これはお互い、まあ、ロストゾーン軸のデッキなのかなというふうに思えるんですが、はい、うん、それぞれ特徴があって、はい、安藤選手は雷光 V が採用されているということ、はい、西川選手は炎エネルギーが採用されているということがあり、うん、今いす、はい、まあ雷光 V であればね、雷弱点をつける相手ルギア V スターだったりピジョット EX だったりがいますし、はい、まあ、炎エネルギーが入っている西川選手のデッキにはおそらく輝くリザードンも採用されていて、はい、今環境の中心にもなってきている種ポケモンのポケモン EX のアタッカーへの対処力も高いというふうに思います。はい、7勝2敗後がない中、勝てばデイ2進出が決まる。ドラムシアだ。なるほど、ここはやはり炎エネルギー、はい、ロストゾーン、今やはりドラパルト EX もあるというところで、うん、やはりドラパルト EX、はい、さあ西川選手対して安藤修斗選手先行です。まずバトル場にはキュアワード、はい、うん、そして山札をご覧いただいています。はい、まあ、安藤選手のデッキは、うん、まあ、雷エネルギーが採用されていて鉄の海の X もしっかりいるというところなんですけども、はい、比較的まあオーソドックスな構築に近いのかなと思います。バトルの序盤はキュアワーの特性花選びでロストゾーンや手札を貯めていって、はい、サポートのアクロバの実験もしっかり使っていきたいですね。うん、この相性どうでしょうかね。うん、そうですね、西川選手が使っているドラパルト EX デッキが比較的 HP が小さいポケモンにダメ感を乗せ続けて、ポケモンを2匹同時に倒すようなシーンを作りやすいので、はい、まあ、ドラパルト EX がかなり強いかなと思うんですけども、まあ、そうですね、逆に言うと種ポケモンのうちはドロンチャー、ドラメシャーは HP が小さいというところもあるので、はい、先行取った安藤選手が、まあ、ウを駆使したり、はい、バトルの中盤以降闇ラミと、手札干渉を駆使して相手の動きを止めに行くようなことがあれば、はい、あ、分からないというところで、はい、結構五分五分なんじゃないかなという、まあ、まずはロストゾーン貯めていくというところ、はい、キュアワーが早速3匹並んでいきました。まあ、やっぱ安藤選手はゴッツアンプリファイはね結構狙っていきたいんじゃないかなと思いますね、はい、ドロンチとか倒しながら再度2枚取りたいんじゃないでしょうか。花、うんうん、はい、花選びを使っていきます。1枚ロストゾーンに送って入れ替えパスね。クロマの実験が手札に加わりました。クマ入れ替えで花選び、そして入れ替えてもう一度花選び、中井商品で、お、この番に3枚ロストゾーン貯めることまで叶いそうなので、はい、入れ替えカードですね、はい、これ結構早い動きとして次の番にアクロマの実験まで絡めると、はい、ミラージュゲートを使用するということもありえてくる、溜まっていくと、ここで3なんで、はい、次のアクロマで5、はい、さらに花選び2回ぐらいなら結構回るの で、はい、で今もう鉄のカイナ X を出してエネルギーつけたんですよ。早い、これ、はい、その番に用意するには結構ミラージュゲートの数がいるんですけど、はい、ここで出してエネルギーをつけておけば、うん、次ミラージュゲートでつける分と手札からつける分で間に合っちゃうと、ちょうど4枚と、はい、これちょっと花選びでね鉄のカイナ X が来てくれたことは大きかったんじゃないでしょうか、はい、かなりいい出だしとなりました。安藤選手対してここは西川選手です。まずは仲良しポフィン、うん、HP70 以下の種ポケモンを山札からサーチしていきます。まあ、このデッキであるとね、はい、ドラメシアも選択肢には入ってくるんですが、はい、やはりバトルの序盤はキュアは2匹以上で交代をしながら花選びを複数回していきたいということがあるので、うん、はい、あ、でもここ迷って手がかかるのはドラメシアになりそう、はい、そうですね。この選択はどう見ますか。まあ、ドラメシアもドラメシアでやっぱりアタッカーになるポケモンなので、はい、まあ、用意しておかないとまずいというところもありますし、はい、まあ、ドロンチになった時に多少は、ね、山札を引き進めるのに役立ってくれますので、はい、そしてもう一度仲良しポフィンです。あ、まあまあ、なるほど、キュアは結局出せるんじゃないかなというところで、はい、安藤選手のベンチに輝く月光がも、ね、見えているので、はい、もしかしたらそっちの選択で来るかもと思うと、はい、マナフィーを出すというのも、まあ、一つ考えてもいいことなのかなとは思いますね、はい、マナフィーがいる限りベンチポケモン全員相手の技のダメージを受けませんので、ただ、はい、今、あ、まあ、マナフィーとマナフィーですね、うん、はい、キュアは今のところ1枚と、はい、手札に持っているのかなとも思うんですけど、はい、どうなんでしょうね。できる限り早くキュアワーを花選びでロストゾーンを貯めていきたいところだと思いますが、入れ替え手段の数とかキュアワーの数大事で、ここでキュアワーを出しちゃうとですね、まあ、ウクを使った攻撃はできない。キュアワーを出します。キュアワーを出していきました。でロストゾーンを貯めるようなカードが今ね使えないような手札ですよね。エネルギー、ドロンチ、そしてナンジャム、はい、ですね、ナンジャムを使いに行く前にエネルギーつけるかを迷ってますね。
てランジャも使います、はい、まあ、これバトルがつけたらね、もしかしたら逃げるためのエネルギーになったかもしれないんですけど、はい、まあ、結構今ウグで戦う選択肢もなくなってきているので、うん、はい、ドラメシアにちゃんとエネルギーがついてないと、まあ、反撃がしづらいんですよね、はい、うん、先を見越してのというところ、はい、ご覧の手振りですが、入れ替えカードと緊急ボードが来たので、はい、はい、かなり、はい、花選びします。入れ替えカードで出したキュアは、ね、花選びした後に緊急ボードに逃がせますよ、はい、不思議な雨とドローンし、難しい当たり痛くを強いられます。採用枚数とかにも、ね、はい、よりますよね、はい、不思議な雨結構少ないのかもしれないので、うん、大事にするのかなと思います。あとドローンチが多いっていうことはありえますからね、はい、あ、なるほど。そして緊急ボードでベンチのキュアは、そして花選び、あ、ドローンチも現時点でやっぱ3枚は見えてるから、うん、今山下のにある分と、はい、結構ドローンチは多く入ってますね、はい、そうですね。このエネルギーをロストゾーンに送りました。はい、1枚引きます。番変わって先行2段目アクロバの実験で、はい、アクロマの実験を使っていきました。山札上から5枚見て、その中から3枚選んで手札、残りはロストゾーン。これでロストゾーンを貯めていきます。ご覧の5枚ですね。この番は、まあ、やはり鉄の海内 EX のゴッツアンプリファイを使えると強くて、はい、ゴッツアンプリファイはエネルギーが4個必要な技なんですけど、ちゃんとロストゾーンを貯めてあげればグッズのミラージュゲートでそれを満たせます、はい、でもし相手のポケモンを倒したらサイドを1枚多く取れるので、はい、相手のバトル場にいるキュアワーのようなポケモンを倒したとしてもサイドをがっちり2枚取っていくことができるというのがバトルのスピードを早める非常に強力なポケモンです、はい、今日も配信宅でも何度も登場しました鉄の海の EX グッド水泳、はいはい、今はまだ5枚なんですよ、ロストゾーンが。なので入れ替えなどを駆使してキュアワーの特性を2回使った上で、はい、ミラージュゲートを持っていなきゃいけないというのと、はい、2回キュアワーを使った時にもう1回入れ替えなきゃいけないというね、はい、鉄のカイナが出るのに、まあ、鉄の包みをベンチに送りました、うん、まあ、構えておくみたいなところですかね。あとでドラパルト EX が出てきちゃった時に、はい、ああなるほど、はい、ああこれロストスイーパーでロストゾーン7枚、はい、おお、からスタジアムボールタウンを設置してそれをロストゾーンに送っていくと、そしてミラージュゲートを使って、うん、はい、ここはロストスイーパーの使い方がうまいですね。キュアワをいっぱい入れ替えるのは大変と見て、はい、自分のボールタウンというリソースをロストゾーンに置いてでもゴッツアンプリファイにかけているというところですよね。まあ、あの鉄の積みもいるんで次ドラパルト EX が攻撃してきても、はい、あのバトル版のドラパルト EX をベンチに下げさせることができるんですよ、はい、なので西川選手はもう2匹ドラパルト EX が立つぐらいじゃないとゴッツアンプリファイを許容しきれない、はい、うんうんうん、というのが苦しいんじゃないかなというような見立てです。かなり綺麗な立ち回りでと緊急ボードをバトル場のキュアワーにつけています。そして鉄のカイナ EX もう十分エネルギーがついている。使います。ゴッツアンプリファイ、ゴッツアンプリファイです、はい、さあキュアワー気絶サイド2枚取りました。これかなりすごいことですよ、はい、先行2回目の番に鉄のカイナ EX がゴッツアンプリファイを使う、はいはい、ロストゾーン7枚の達成とエネルギー4個の達成、鉄のカイナ EX を出すということまで、はい、これは最初の番に出してエネルギーをつけておいたのが本当に生きてるんですね、あの一つが、はい、はい、さてドラパルト EX ロストゾーンに送りました。ドローン変わって西川選手ですね、まあ、さっき言ったように、はい、鉄の包みが構えられてしまっているのが辛い、はい、ドラパルト EX を絶対に避けられてしまう、もしかすると鉄の包みを倒しに行く、もしくはもうドラパルト EX で戦わないでということもあるかもしれないが、でも、はい、でも結局ゴッツアンプリファイを許してしまうので、はい、よいしょ、あ、不思議な目2枚目が手に来る可能性が出てきた、はい、ここのアクロマの実験手札も確認しながらアクロマの実験5分の3手札に加え残りロストゾーンですが、まあ、本当に頑張ってロストゾーンを貯めると、うん、輝くリザードンが火炎爆で、はい、鉄の海の X を返り討ちにできる可能性もゼロではない、はい、が、うん、やはり最初の番のロストゾーンの溜まりも、あ、でもここはチャンスはあるか、輝くリザードンを狙うかもしれない、ネストボール使いましたからね、はい、結構大変なんですけどね、ロストゾーン7っていうのも、はい、でも輝くリザードンを通すぐらいじゃないとゴッツアンプリファイもう一発を
食らうことにはなるので、火炎爆であれば鉄の海南 EX の HP230 は届きます、はい、その輝くリザードンベンチに送りました、まあ、エネルギーが5個必要な技火炎爆なんですけど、はい、エキサイトハートで相手がサイドを2枚取っているので2個は少なくなっているんですね、3枚で、はいはい、ただロストゾーン貯めてミラージュゲートも使わないといけない、雨でトラパルといいます。雨でトラ、あ、でも輝くリザードンを出しておくだけでも、はい、もうゴッツアンプリファイの受けをしてくれるというか、はい、この番ドラパルと EX で戦って、はい、ハイパーブロワーされたら輝くリザードン出すよというだけでも成り立ってはいる圧にもなっている、なので、まあ、輝くリザードン出せた時点で、まあ、サイド2枚取らせないというプレーが叶いやすくはなってるんですが、炎エネルギーがないようなんですよね、はい、リザードンにセットして1枚は炎エネルギーが必要な、ヘッドヘッドで70ダメージで、さらにはドラパルといいというところ、守れます、うん、上の技ジェットヘッドはエネルギー1個で使える速さは魅力なんですが、ダメージは70ということで、まあ、キュアワーとかを倒すには非常に便利なんですけど、はい、鉄の海内 X に与える分としてはファントムダイブの圏内に入れるぐらいの働きといいますか、まだ 140HP 残っています。鉄の海内 EX番変わりました。先行3回目、手元にはプライムキャッチャーが来ています。まあそうですね、はい、プライムキャッチャーさえあれば鉄の罪の選択を迫るわけでなく、はい、まあ、難なくドローンチなどを倒してサイド2枚取れる、うん、隠し札基本エネルギートラッシュして2枚引いていきました。まあ、かなりこの鉄の海内 X をね2回連続でプレイできるっていうのは今のこのポケカの環境において非常に強い動きですから、HP230 ね、止まってくれないですね、なかなか倒せないと言いますか、ジェットエネルギーでキュアは前に来て花選び、順調にハードを回してストゾーンも溜まっているという安藤選手。まあ、この番は多分サイド2枚取れるんで、はい、うん、鉄の海内 EX を失った後のことを考えたいですよね。次じゃあ誰がドラパルト EX に攻撃するのかとか、はい、まあ、ドラパルト EX を無視する場合どういうプレーをしようかとか、はい、タクロ待ちます、はい、ここでアクロマの実験か、アクロマ、はい、アクロマ5枚います。順番のミスターという気持ちが出た、はい、うん、仕草はあったんですけど、理想はどんな形だったんでしょうね。いや、まあ、順番なんですかね、はい、本人の中でこう他のカードをプレイしてから悪魔の実験を使いたかったとか、はい、まあね、明確なことは言い切れないんですけど、はい、それこそボスの指令を使うべきだったかもしれないという気持ちもあるのかもしれませんし、はい、今悪魔の実験を急ぐことに対するリターンはあまり大きくなかったかもしれない。逆にボスの指令を使えば、はい、プライムキャッチャーを温存するという大きなリターンがあるので、はい、そこでもしかしたら、まあ、ミスったという話があったのかもしれませんし、ん、まあ、ある程度山札にカードを戻すようなプレーをした後に、はい、車の実験を使いたかったということなのかなとも思いますし、まあ、友達手帳が、ね、手札にあるん で、 そうです、ね、ちょっとでも、ね、当たりというかサポートの当たりを増やしたかったのかなと。手札はまあ潤沢、サポートはアクロマの実験を使っていますが、プライムキャッチャー、ドロンチ、そうですね、プライムキャッチャーですね、はい、ドロンチを呼び出して、そして鉄の海内 EX がまた前に出る、友達手帳使います。そして友達手帳サポート、そうですね、アクロマの実験2枚を山札に戻します。まあ、ゴッツアンプリファイをねできるというだけでも非常に優勢ですよ。はい、もうこれで気絶させれば倒していけば2連続となります、うん、で、まあ、そうなるとね、あの安藤選手残りサイドが2になっちゃうんで、まあ、取り進めてね、はい、勝利に近づいてはいるんですけど、あの相手が使うツツジとかなんじゃもにね弱くなっていくので、はい、手札が少なくなった時のことを考えて友達手帳で悪魔の受験を戻したというプレーですね、はい、残すはサイド2枚となりました。安藤修斗選手悪魔まで、はい、西川選手の方もアクロマの実験、まあ、炎エネルギーミラージュゲートのたどり着いてかなり選択肢は広い、はい、そうですね、プライムキャッチャーとかもね、取っておきたいカードなのかもしれませんが、どの3枚か、そうですね、うん、この番はね手札干渉のサポートとはいかず、エーススペックもプライムキャッチャーだったので、はい、ちょっと相手の手札を少なくするというプレーは基本的にはできないのかなと、はいはい、炎エネルギー、もうミラージュゲートでというところか、はい、
1枚炎エネルギーサイドですからね、そこも踏まえて結構思い切りありますよね、はい、そうですよね、炎エネルギーの扱いに山札にはこの1枚のみかというところ、はい、一発まあ輝くリザードンで行くのかなとも思ったんですけど、はい、まあ、ドラパルト EX にかけてそうなると輝くリザードンに回る炎エネルギーがないんですよ、はい、そうですよね、結構ちゃんと後からカードを回収していかないといけない、はい、まあ、サイドから、うん、もしくはドラパルト X を逃がして山札を戻してミラージゲートでつけるとか、はい、このエネルギーの捻出がちょっと、ね、難しくなるような一手でしたが、はい、この鉄の買えない EX を倒した後のサイドの引きにもよりますが、はい、さあドラメシアがベンチに並びました。こちらにテーパーリット、はいはい、鉄の買えない EX さえ倒してしまえば、はい、まあ逆に言うとサイド2枚取られるリスクってかなりないので、はい、ドラパルト EX が一発で倒れるっていうのは、はい、まあ一応ね、相手のデッキに悪エネルギーとトドロクツキ EX が入ってると分かんないんですけど、はい、あの最近のトレンドとしてはあまりトドロクツキ EX 入ってないので、はい、ボード付きにあんま倒れないだろうという、はい、うんうん、50で、まあ、ここは先ほどのジェットヘッドの70もありましたの で、ファントムダイム200 で、 10ですね、はいはい、2枚もらえます、はい、鉄のカイナ EX は倒しさらにダメ感60、はい、まはい、あります。キュアは、まあ、1と5で分けましたね、うん、中央に5、結構その4乗せておくと入れ替えカード使われても30回復されても残りが60みたいなプレイができるんですけど、5を乗っけておいているので、まあ何でしょうね、もう片方のキュアワーがまあ10乗っけとけば60になるから、じゃその余った1匹に10は乗せたくて、1匹に40は乗せたくて、余った10どこにしようかなっていうのがこのキュアワーに固めたっていうのが一つですかね。走行している間にミラージュゲートですか、はい、エネルギーは超エネルギー、入れ替えか、失礼しました、はい、花選びでしたか、いや手札のカードだったのかな、失礼しました、アタッカーのポケモンが今いないですから、すごい釣り竿が来たので、はい、でも別に輝くリザードンが後ろにいるから頑張ってゴッツアンプリファイとかそういう話ではなさそう、はい、この入れ替えでポケモン入れ替え、キュアは前に出て再び花選び、超エネルギー入れ替えカードが来る。まあ、結構サイドとしては西川選手があまりサイド進められてないんで、はい、まだ2回ぐらいは番が使える、この番含めて2回ぐらいは使えるのは見えてるので、はい、まあ、闇ラミを頑張って2回使うっていうパターンでサイド2枚取るっていうのが一つ堅実かなとは思いますけどね、はい、なのでちょっと超エネルギーとか迷っちゃいますよね。そうですね、闇ラミに使うカードではあるし、はい、まあ、ロストゾーンは10枚超えております。シュート選手ですが、多分次ね、闇ラミとキュアワーを同時に倒されて、はい、残り相手のサイドが2になっちゃうんですけど、その後にもう1回すごい釣り竿を駆使しながら闇ラミもう1回という、ね、はい、ことができると、戻してと、はい、うん、まあ、相手の場合マナフィーとキュアワーをね、あの2回の番かけて倒せばいいので、はい、まあ、基本的にはなんか闇ラミが出るんじゃないかなという、うん、また山札ちゃんと見ておいて、相手の数字とか使われたときに何が残ってるっけと、はい、何を手札から使っておいて山札戻らないようにすればいいんだっけとか、はい、いうところですかね。闇ラミ手張りします。そして闇ラミに手張り、超エネルギーです。うん、入れ替えカードですね、はい、まあ、受けてる50のところが2回入れ替えカード当たってるのか、アクキュアは、はい、うん、ですから、まあ、ダメ感が乗っていましたが、うん、回復してと、うん、まあ、とはいえ HP ね、あの、はい、ダメ感乗ってるキュアはもういるんで、あ、違うな、 HP、ダメ感10乗ってたキュアはが入れ替えカードで回復してて、はい、50乗ってたキュアは今下、一番下にいるキュアは、はい、ベンチの、まあ、画面見て下のところですね、はい、まだ乗っていると、はい、はい、失礼しました。50から30回復してというところ、これで闇ラミがバトル場に出ました。はい、うんうん、はい、まあ、もう闇闇2回が勝ち方かなと、うん、はい、サイド残り2枚、この技使います、ロストマインで、ロストマインです、ロストゾーンにカード10枚以上ありますので、はい、使えます。ダメ感12個を相手のポケモンに好きなように乗せていきます、うん、まあ、なんかキュアワーとマナフィーはね、あの進化しないんで、はい、まあ、手堅いですけどね。輝くリザードン、でも輝くリザードン乗せておくと何がいいかというと、鉄の包みのハイパーブロアを使ったときにゴッツアンプリファイの圏内に入るという兼ね合いがあるとか、50乗ってる輝くリザードは残り HP が110なので、まあ、普通にウッウでも倒せる、で闇闇でも問題なく倒せる、まあ、まあ
メリットが多い、うんうんうん、ウのお届けスピットもちょうどですもんね、110で、はい、やっぱハイレベルですよね、はい、こういい選択をすると言いますか、釣り竿で本当にダメ感の置き方、はい、10かけ違えるかどうかで変わってきますが、うん、番変わって西川春選手、これが今日最後の試合ラウンド10、はい、でも西川選手もこの番サイド2枚取れるっていうところと、はい、まあ、ベンチのキュアに5個乗っければ倒せて、また1個乗せればキュアはあの60圏内に入れられるんで、はい、あと2この場合含めて2回ファントムダイブが宣言できれば多分勝つんですよ、はいはい、なので次負けないようにするためこの番はこうリソースを使っていきたいというか、相手が勝ちづらくする一手、例えばロストスイーパーで緊急ボードを外して花選びの試行回数を少なくするとか、あとはまあ今ねプレーしようとしてるでしょうナンジャモというカードで手札を減らすと、はい、そうですね、まさにそのナンジャモを宣言、西川選手はよしという声が出ましたが、キュアワーや輝く月光が望みにはなるんですけども、はい、安藤選手サイド1枚ということで山札1枚しか引けません。そうですね、はい、さあもう西川選手もこれ大事ですよね、はい、このなんじゃもは4枚引いていく、4枚、はい、終盤の手札干渉に比較的強いというのもロストゾーン軸のいいところです、うん、そこを見越してると思います相手も、はい、偵察指令、はい、ドラメシアがドロンチに変わって偵察指令、はい、ちょっとね花選びと、はい、というところですが、まあ、山札の下ですね、はい、片方はこれでファントムダイブを使います。ファントムダイブで闇ラミトラッシュ、バッテリー200ダメージ、はい、まあ、2個乗ってるキュアは倒したいんじゃないかなと思いますね、うん、キュアは使える数を減らすという意味でも、うん、でも相手の入れ替え系のカードの枚数とかを見ると、はい、実はキュアは倒すメリットもないかもとか、なんか考えがあったりするかもしれません、はい、ここでまあサイドを取りすぎると逆に相手にナンジャモとか継がれた時にちょっと苦しくなる可能性とかもあるんですかね、はい、まあ、合計6個乗せられますから、はい、あ、画面下のキュアはダメ感今2個、その他はダメ感は乗っていません、悩ましいですよね、もうキュアワに5個、キュアワに1個って僕言いたくなっちゃいますけどね、はいはい、うん、まず画面一番上ここ、はい、安藤選手から見て左手のキュアワ、次の番相手にやっぱここ60、はい、あ、まあ、これはなんか入れ替えカードとかされた場合とかもやっぱ考えて、はいはい、回復しても、うん、倒せる対象がやっぱ大いに越したことない、はい、そのキュアが2匹いて2匹ともにダメ感が乗ってれば、はい、まあ、どっちかはバトルバー、どっちかはベンチにいるときに倒せるだろうということで、はい、いやだからもう先ほどからねいいプレーが見られます ね、やっぱこうプレーを見てみるとこういう理由があるんじゃないかって探ってみて、はい、いやさすがだなと思うところがあり、はい、一つ一つの選択が本当に深みもありますし、さあそしてアクロマの実験で、うん、トラッシュにはご覧のカード今そのトラッシュを確認していきました、アクロマの実験トラッシュに行きましょう、はい、さあ改めて確認をしますが、ここから安藤選手の動き、はい、理想形を教えていただけますか。まあすごい釣り竿で闇ラミを戻したいので、はい、もう本当はそこじゃないですかね、すごい釣り竿を取りたいんですけど、はい、まあ、隠し札とかもできるし、はい、順番どうやってやっていこうかなっていうところですよね、花選びができて隠し札ができて、はい、でネストボール使っちゃうとどうなんだろう、釣りすごい釣り竿来た時に闇闇出すのを使いそうだなと思ったりネストボールでするんですけど、ネストボールにしましたね、ガチグマアカツキ EX のルートで、はい、ミラージュゲートで、ミラージュゲートと、はい、おっとバトルバーは、ね、まだ倒せませんか、はい、あ、違うな、ハイパーブロワーだ、はい、あ、鉄の包みで避けると何でも倒せる子が出てきて、うん、はい、エネルギー間に合ったと、なるほど、ロトム V がいてここでこういった形、さまざまなパターンが考えられる中小さく拳を握った安藤修斗選手、負けたら終わりのラウンド10勝ち切った、本戦につなげてみせました。